栃木県大田原市にある黒羽刑務所。刑期10年未満の初犯の受刑者を主に収容する刑務所で、現在およそ1100人が服役している。そんな刑務所の中で今まさに起こっている驚きの事態、1日に30分間認められている運動時間では、単純なテンコだが何度やってもできない。自分の番号が分からなくなってしまう受刑者がいるのだ。結局13人全員が番号を言えるようになるまで5分もかかった。13名、はい、運動とは言ってもただ庭を歩くばかり。さらに、受刑者の起床の時間になりました。今電気が灯されまして、受刑者たちが身支度をしているところです。刑務所では限られた時間の中で手際よく作業することが求められているが、他の受刑者たちは朝食を取る準備をしているんですが、こちらの受刑者はまだシーツを畳んでいる状態です。一つ一つの作業に、時間がかかっているといった状況です。刑務所生活のテンポについていけない受刑者、一体この刑務所で何が起きているのか。その答えは刑務作業を行っている工場の中にあった。こちらの工場には50人弱の受刑者がいるんですが、頭に白髪が目立ちます。この工場で作業する受刑者のおよそ6割が60歳以上。そんな高齢の受刑者の割合が黒羽刑務所では年々増えているというのだ。最高齢は85歳。全国の刑務所全体で見ても高齢の受刑者の割合はこの10年間で2倍に増加。一般社会よりも早いスピードで高齢化が進んでいることになる。そんな状況の中では工場での刑務官の指示も懇切丁寧だ。はい、待ってるのは顔は正面、よく警官にこっこれ。寒さで手がかじかんで作業事故が起きないように手をこするよう促す。さらに、はい、気をつけなかったら動かない。上げる、ちゃんと。あ、もう引いて。ボタンは良いか。1、2、ボタン良し。袖口は良いか。1、2、袖口は良し。整列や服装の点検も念入りに行う。はい。作業場でも若い受刑者はパソコンを使って経理作業。一方高齢の受刑者は置物の材料を磨くなどの手作業と対照的だ。そんな作業中にも手の具合でも悪いのだろうか、しきりに手を揉んで作業がはかどらない受刑者もいる。いただきます。いただきます。昼食の時間中も高齢の受刑者には気が配られている。この日の献立はパンとシチューだが、歯が悪かったり健康上の問題で食べられない受刑者にはお粥などが用意されているのだ。この受刑者、指先に力が入らないのか、ふりかけの小袋が開けられない。傍らにいた刑務官が代わりに開ける。一人一人その個性があるので、それに合った接し方、同じ目線で、同じことをこう、一緒に考えてやるとか、そういうことを心がけています。びっくりするようなことですとか、驚いたことって何かありますか、これまでに。同じことを話していたら、まあ、2、3分も経つとまた違う話をしているとか、そういうのがよくありますね。こうした高齢の受刑者には刑務官が注意深く目を配っているが、どうしても集団生活ができない場合は別の場所に収容されることになる。持病があるなど健康上の問題があって工場に出られない受刑者たちはこちらの養護工場で1日を過ごします。現在こちらには8人の受刑者が収容されています。ほとんどが60代や70代の受刑者。部屋の中でずっと刑務作業を行い、ほぼ1日部屋から出ることなく過ごす。この日は千羽鶴を折るための折り紙作業とストラップの部品になる玉磨きの作業が行われていたが、中には居眠りをしている受刑者もいた。材料を持って作業。
懲役刑を受けた者は刑務作業を行うことが義務付けられており、年齢で作業が免除されることはない。そうした中、実際には落ち着きなく体をゆすり、口をもぐもぐさせたり、隣の受刑者に話しかけて作業をストップさせるなどの行為をする受刑者が後を絶たない。この受刑者はずっと作業の手を止め、足を伸ばして座っていた。はい、いいですか、痛み止め。作業はさせてるんですけども、生産高とかそういうのはあまり関係なく、一日の生活の習慣づけということで作業させているような状態です。まるで福祉施設の作業療法のようだ。入浴の時間です。通常入浴は工場ごとに大勢で入るんですが、一人ずつの入浴となっています。週2回15分間認められている入浴も、一般受刑者とは違い一人用の風呂を利用する。中には衛生係を務める受刑者の介助が必要な場合も。言ってみれば、福祉施設に入っていてもおかしくはない高齢者たちへの対応に追われている刑務官。同じことを、何回も繰り返して指導する、そのぐらいしかできないんですよね。さらに問題を複雑にしているのが、事件を起こした高齢者のうち65歳を過ぎて初めて罪を犯した者が 65% を占めている事実だ。一体なぜそんなことが起きているのか、頭に白髪が目立つ70代の受刑者に話を聞いた。服役することになった罪名というのは、置き引きですね。置き引きです、はい、切羽詰まってお金がなかったんですよね。罪名は窃盗罪。1年前に置き引きで逮捕され、執行猶予中の身でありながら、生活費に困って再び置き引きをしてしまったのだ。若い頃は臨床外ですね。それから40過ぎてから麻雀屋の従業員ですね。それが70ちょっと前ですかね。年齢的に宿ってくれそうがなくなっちゃったんですよね。天涯孤独で頼れるような身寄りもなく、住む家も年金もない。高齢者の犯罪の実に7割以上を占めているのが、こうした生活苦などの理由の窃盗なのだ。70代で初めて入った刑務所生活は、受けましたよ。もう、言葉の暴力もありますしね。僕はどこ行っても一緒に年取ってたもんですからね。まあ若い人たちがね、そうするんですかね。いじめを受けたという受刑者、こういう生活になるとは考えたこともなかったという。年若い受刑者より厳しい状況にあるはずだが、それでも高齢の受刑者は再犯率が極めて高いのが現実だ。刑務所を出所できても受け入れ先が数多くあるわけではない。孤独、そして生活苦から結局は再び犯罪に手を染めてしまうのだ。そんな中、今黒羽刑務所が取り組んでいることがある。受刑者と社会福祉士との面談だ。証拠番号とお名前をお願いできますか。部屋番号ですか。証拠番号、自分の番号とお名前。診断とか。満期の日がいつか覚えて。わかんない。わかんない、はい。この受刑者は70代。公園でホームレス生活をしていたが、食べるものに困った挙句に窃盗で逮捕され、この刑務所にやってきた。足が悪く、高血圧の持病もある。ここから出た後、どうやって生活していこうっていうか決めてることってありますか？ないです。別にね、まだホームレスに戻るかと思います。でもそれだとまた生活に困ってしまって、またね、物を盗んでしまうことって多分あるかと思うんですけど。やらないです、それは。絶対やらないです。盗みはもう絶対にしないというが、その一方で生活を立て直すための具体的な計画はない。じゃあ生活はどうしていこうと思ってますか。金はもうないと思うんですね、はい。これからもっと年を取っていくのに、はい、何で食べてきますかね。何で食べるそれは考えてない。ただ、どこで死ぬか分かんないから。現在社会福祉士は
こうした面談を通して受刑者と自治体の福祉部門や施設などを結びつける方法を模索しているのだ。そしてもう一人、やはり70代になって初めて刑務所に入ることになった受刑者。服役することになった罪名というのは、殺人です。殺人ですか。70歳を過ぎて初めて犯した罪は殺人。一体どんな事情を抱えているのか。家内が認知症で、だんだんひどくなってきて、自分のしてることが一切分かんなくなってきちゃったんですね。あちこちが痛い痛いって言い出してね、暴れ出すんですよね。もうこのままじゃ生きていけないと思って、家内を殺して首を吊って死ぬつもりだったんですよね。事件を起こした当時は仕事を持って忙しくしていた娘との3人暮らし。認知症の症状が悪化する妻の世話は夫一人の肩に重くのしかかっていた。やがて介護に疲れ果て、妻と無理心中を図ったというのだ。で、助けを求めるって助けを求めるところがなかったんですよね。もう死ぬしかないってそう思っちゃったんですよ。全体に占める割合は決して多くはないが、身内や知り合いの中でのトラブルが殺人や放火などの凶悪犯罪に発展するのが高齢者犯罪の特徴の一つだという。午後4時45分、夕食の時間。この日の献立は麦入りご飯に豚キムチ、おひたし、スープ。受刑者にとっては楽しみな時間だ。そして食事が終わると仮応画と呼ばれる時間になる。布団を敷いて体を横にしても良い時間なのだ。中には布団に入って寝入ってしまう高齢の受刑者の姿もある。同じ頃、准看護師の資格を持つ刑務官が70代の受刑者の部屋を訪ねていた。産気とかはない？いや、ちょっと今日はあった、はい、いつ？今日昼間。昼間、はい、体調が悪く体温が低い状態が続いているため、様子を見に来た刑務官。5度7分ね。3度7分。ちょっと血圧も測っちゃうからね、はい、うん、138の58ね、はい、大丈夫かな。湯たんぽとかいらない、うん、大丈夫、うんうん、さらに受刑者たちに薬が配られる時間です。今担当の刑務官が一つ一つ確認しながら薬を配っているところです。ここでは受刑者に薬を配るのも一仕事だ。処方されている薬の量そのものが多く、しかも正しく服用しているかを確認しながら進めなければならない。夜の投薬は40分にも及ぶ作業となる。こうした高齢の受刑者の増加が今刑務官の仕事の内容まで変化させようとしているという。塀の中も高齢化がどん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 進んでいると思うんですけども、それに刑務所の対応が若干ついていけてないんじゃないかなという印象もあるんですが、やっぱり社会の一員として今の時期は刑務所でお預かりしているということになるわけですが、まあ、刑務所の役割としては、まあ、再犯防止、社会の側の受け入れ体制もできてこないといけないことですので、やはりじわじわと進んでいくしかないのかなと思う。超高齢社会と呼ばれる日本、そんな日本の刑務所で深刻化している問題もまた高齢化だった。刑務所の役割、そして高齢者を取り囲む社会の在り方が今改めて問われている。